こんばんは水なき子ですそしてジャーナリスト元毎日新聞論説委員の平野幸男さんですこんばんはどうもこんばんはよろしくお願いいたします,しします今日はですね、はい、あるお金の数字から行きたいと思います、はい 631億円、億円何のお金か皆さんお分かりになりますかえ今度の衆議院選挙の関連経費ということで、えー、今年度の一般会計の予備費から今日、賄、ま、うという話、閣議決定されました。 ね6 3億円かかるんだ、ね、選挙ってまあそれだけの意味があるものにしていかなきゃもちろんねうですけれども、うんえー、この12月14日の選挙当日に向けて報道するラジオまああの私も含めましていろんなスタッフがです、ね、あの準備に走って備に走 ています。え十二月十四日の放送では衆議院選の特番として夜八時から。深夜までこの M. B. S. ラジオでお伝えしていきますので、ぜひまた皆さんお聞きになってください。夜八時ということはもう開票と同時にスタートということで、うん、えー、どなたがどうなるのかという。まあ運命がですね、うん、その夜いろいろと出てくるということでございます。えー、そして、まあ今ラジコプレミアムという形でもう全国の方たち。 に聞いていただけますのでね,でね、えー、この mbs ラジオの放送でぜひ衆院選特番、えー、どのような結果になっていくのか日本がどうなっていくのか皆さんとともに考える夜にしていきたいと思っておりますそして今日はですね、えー、早速兵庫一区に立候補を予定している三人の方々に スタジオにお越しいただいております。平野さん、兵庫一区というと、あこれはもう神戸,神戸のね、あのはい、中央区の,あの県庁。 のある区ですけどもねあ。東灘区、灘、ね、区、中央区というこのあたりですね。前回の衆議院選ではね、うん、全国的に見ますと自民党が圧勝しましたね。はい、でその背景いろいろあると思うんですが、一つには野党の候補が、ま、何人も立って野党への票が割れたという事情も言われております。で今回、兵庫一 この選挙区ではですね、うん、今のところ野党第一党である民主党が候補者を立てられていないことから、うん、立候補が予定されているのは、自民、維新、共産からの3人の方でございます。はい、えー。そしてここはもう激戦が予想される注目選挙区の一つとも。そうですね。まあ政治に関する意識の高いところですよね。ああ<ー>、はい、そうなんですね。えー、じゃあ今日はあの大変お忙しい中を来てくださいました。 三人の立候補予定者をご紹介したいと思いますが、まずお一人ずつですね、この選挙で一番訴えたいことは何かを語っていただきながらのご紹介にさせてもらおうと思います。喋、はい、っていただくお時間はお一人。 一回一分間というふうにね、えー、限らせていただきます。あの、実はですね、もうリスナーの方から早速いただいてるんですけれども、パチパチソロバンさんってラジオネームの方は、いや、今度の選挙の争点がわかりません。ん一体今回の選挙の争点は何なんですか野党もぐらぐら、与党もぐらぐらしてる気がしているんです。というふうにこの方はおっしゃっているんですね。えー、もうまさにこの選挙で、じゃあ皆さん さんが一番訴えたいことは何なのかこれを語っていただくことから始めましょうまず自民党の森山正人さんどうぞよろしくお願いしますはいこんばんは自民党の前衆議院議員森山正人でございます今水野さんから争点が分かりにくいとまあ、こんな話がありました私もそんな風に思いますまあ、そんな中私たちが訴えかけていきたいということは 政権を担当する能力がある政党はどこであるのか。あるいはまあ、この2年間、自公政権が復活いたしましてから、経済の立て直し、内政、そして外交ですね。この両方の立て直しをしてまいりました。そういうことができる政党というのは、自公政権以外ないということを私は訴えかけていきたいと思います。その、争点がわかりにくいというお話でありますけれども、この2年間、我々がどのような取り組みができたのか。 またそれに対して有権者の方がどういうようなご判断をされるのか。まあそういう、その一学期か何学期か分かりませんけど、通信簿をいただくようなもんじゃないかなと思っております。はい。自民党の森山正人さんでした。では続きまして、維新の党伊坂信彦さん、よろしくお願いします。はい。こんばんは。えーえー、衆議院兵庫一区の伊坂信彦です、えー。今回、まあ大義のない解散ではありますが、私は、 争点はたくさんある選挙だというふうに訴えております。例えば、議員が身を切る改革、どこに行ったのか。また、経済政策。また古いバラまき型の経済政策に今戻っているがこのままで良いのか。あるいは、エネルギー政策。今この時期に原発依存型のエネルギー政策に戻してこれで良いのか。もう本当にいろいろあるわけであります。また、私も、まあ、一期二年間ではありますけれども、しっかり 野党議員ではありますが、え、法案提出、またその成立ということで実績も残してまいりました。え、こういったこともきちんとお伝えをして、え、争点、選びがいのある選挙にしていきたいというふうに思っています。はい。維新の党、伊坂信彦さんでした。では続きまして、共産党、筒井哲二郎さん、よろしくお願いします。はい。えー、日本共産党の筒井哲二郎です。えー、今度の選挙の争点は、 この2年間の安倍内閣の行ってきた政治の中身とその進め方、その全てが争点だと思っています。えー、国民の声を聞かないまま反対を押し切って暴走する政治をストップさせて、国民の声が生きる新しい政治を実現させたいというふうに思っています。 また、5つの転換ということで考えていますが、消費税、アベノミクスをもう転換する。それから、集団的自衛権、原発の再稼働もストップさせる。それから、米軍新基地建設もやめさせたいということ。あと、政治と腐敗でお金,の金と政治の問題ですね。これについても正していきたいと。共産党が伸びれば政治が変わるということを皆さんにぜひしていただきたいということで。 え、歌えたいと思っています。 はい。共産党、つつい哲二郎さんでした。えー、今日はこのお三人にですね、いろんな質問をぶつけて、はい、そして皆さんにお答えいただこうというふうに思っております。えー、この後もですね、あの、リスナーの皆さんからのご質問を三人の方に受け付けたいと思いますので、うん、ファックスメールでお寄せください。ファックスは066809-9090、6809-9090です。そして E メールの場合は、報道するラジオのほうです。 hou.nbs1179.com ーク n b s 七1 7 9 c o m でお待ちしております。 報道するラジオ、今週の特集テーマ、総選挙、候補者の声を聞くでございます。もうまさに生の声を、えー、聞かせていただこうと思っているんですけれども、今日はですね、兵庫一区に立候補を予定している3人の方にスタジオにお越しいただいております。自民党の森山正人さん、維新の党、伊坂信彦さん、共産党、筒井哲次郎さん、このお三人でございます。じゃあ、あの、ここからですね、えー 聞かせていいただく質問ははままずはこれでございますアベノミクスをどう評価しますかアベノミクスに対する評価を伺わせてくださいまずは自民党森山さんお願いしますはい、えー、2年前野田政権の最後のことを思い起こしていただければと思うんですがデフレでしたやっぱお給料が減っていくあるいは自分たちの勤めている会社が本当に来年どうなるんだろうか 閉塞感に包まれたそういうい状況であったかと思います、えー、それがそのデフレスパイラルから緩やかなインフレということに変わっていって、えー、行き過ぎた円高と言われておりました80円を突破してたような円が今まあ110円台になっていますそして株価も8000円,円台だった株価が今倍の1万7000円台になっています就職氷河期と言われた大学生や高校生の就職が難しかった あるいはあそういうことで失業率が高かったそういうものが減って有効求人倍率が1を超えるようになりましたマクロの数字で見ればアベノミクス、まあ、経済成長という点は達成できたとそういうふうに皆さんにご理解いただけるんじゃないかと思っていますはい、えー、自民党の森山さんでしたでは続いて維新の党の伊坂さんお願いしますはい、えー、3本の矢ということで当初大変期待をされたわけであります しかし、第一の矢、金融緩和は、まあこれはすぐ実行されましたが、その後2年間、第二の矢という名のもとに、公共事業ばかりがこの間打たれた。そして、まあ一番私が大事だと国会で何度も議論し指摘をしてまいりました、第三の矢と名前付けられた構造改革、規制緩和、この分野が結局骨抜き、 あるいは、え、ま、業界団体に押し込まれて、え、ほとんど現状維持、こういう形になっています。え、結局、この間、増税をして、ただそれを公共事業でばらまくと、まあ、非常に古い形のばらまき型の経済政策に戻ってしまっている。え、これでは、え、経済の復活は、え、なかなか難しい。え、その結果がまた今、2期連続マイナス成長という数字に出てきているというふうに考えております。 維新の党、はい、伊坂さんでした、では続いて、共産党の筒井さんお願いします、えー、アベノミクスで、えー、起こったことは何かって、えー、貧困と格差の拡大だと思うんです、えー、大企業と大株主の人は、市場に儲かりました、トヨタ自動車は円安の効果もあって、2.3兆円という史上最高の利益を上げて、で今、100億円以上、この2年間で資産を増やした人っていうのが100人、全国にいらっしゃるそうです。 で、一方で、庶民や、あの、中小企業の皆さんの、えー、暮らしや営業は本当に落ち込んで、えー、賃金増えたと安倍さん言われますけども、実質賃金は15ヶ月連続でマイナス。1年前と比べて平均年収っていうのは84,400円も減ってるんですね。えー、結局、あの、大金持ちと大企業だけが潤った。で、貧しい人はさらに貧しく、えー、結局その、 結果、経済全体も落ち込むということで、アベノミクスはもう全くやり方が間違っているというふうに思っています。はい。では、今度はですね、あの、3人それぞれ、この人に質問をしたいというお相手を選んでいただいて、その方に、このコーナーでアベノミクスについて質問していただくと。 いうことでお願いしたいと思います。じゃあ、あの、順序を少しずつ、皆さんお話ししていただく順序を変えさせていただきますね。今度は、維新の党、伊坂さんからお願いします。はい。ええー、まあ、安倍総理もいろいろアベノミクス実績を訴えておられます。あ、あの、自民党の森山さんにお伺いいたします。はい、まあ、実績を訴えておられるんですが、どうもその数字が、まあ、怪しいと。 実際、働く人雇用が、ま、100万人増えたとおっしゃっていますが、ま、これも、よく中身を見ると、非正規の労働者は、もう100万人どころか、109万人増えていると。ま、要は増えたのは、もう非正規の方ばっかりじゃないか。ま、こういう内情をちょっと掘ればですね、それは本当に言われることかということが多いわけであります。ま、こういった点、どう思っておられるのか。また私、ま、非正規増えること全否定はしないですが、同一労働、同一賃金という法案、今回、 え、出しました。この正規と非正規の格差を放置したまま、非正規だけが増えている現状、何か直すつもりがあるのかどうかお伺いをしたいと思います。はい。では、自民の森山さん、はい、お願いします。えー、正規、非正規の問題、これ大変大きな問題ですね。うん、まあ、井坂候補がおっしゃったように、まあ、正規であっても非正規であっても、まず雇用が増えるということはそれなりに大事なことだと思います。ただ、そうは言っても、非正規であればなかなか安定したものにはならない。例えば、結婚したい。 あるいは将来の家族設計を考えたい。そういう点でもやっぱり非正規では将来に先行き不安がありますから、我々としては正規を増やしていきたい。そんなふうに考えております。ただ結局その企業に正規を増やそうと思っていただけるにはどうすればいいのか。そのためにはまず経済のパイを大きくしていく。そうでなければなかなか企業もですね、 え、正規を増やしていこうとできないんではないかなと思います。また、同一賃金、同一労働、これも、まあ、おっしゃることはよくわかるんですけれども、内容次第ということにもなるでしょうから、どうやって評価をするのか、これは業種によってもいろいろ違いがあります。そういうところを、まあ、これから、え、企業、あるいは、労働関係の方々ともよくお話をしながら改善していくということではないかと思います。はい。 えー、自民の森山さんでした。では今度は共産党の筒井さん、どなたに質問なさいますかえっと、今の質問との関連で森山さんにお聞きしたいんですが、はい、その、雇用を増やすためには経済のパイを大きくする必要があるということですけども、うん、実際、先ほど私が申し上げましたように、大企業ではかなりの利益が上がってるんですね、常に。で、その分を、 賃金や雇用に回っていけるというふうに安倍さんもおっしゃってたけども、それがなかなか実際には回っていないと。で、その自民党の中でも、えー、例えば富山県連の方が、え企、ー、業の中の内部留保を活用して、その、賃上げと正規雇用の拡大をやるべきだという意見を述べられたというようなことが出てるんですけども、そういうことについて、 その大企業がすでに持っている体力をねあの経済の内需を掘り起こすために活用する方向っていうのをどのように考えていられるのかはお聞きしたいと思います自民、はい、の森山さん、お願いいしますはい、その経済のパイを僕は大きくしていくのがまず第一だと思っておりますけれども。 筒井、えー、さんがおっしゃったように、その、まあ、輸出関連で大きな利益を上げている企業がある一方で、なかなか中小企業や一般の人々には、その実感がない、これもまた現実だろうと思います。どのようにして、その内部留保を、まあ、他の企業であり、あるいは他の就業者に還元してもらうのか、これがなかなか難しいところだろうと思いますけれども、 これを強制するというのはなかなかしんどいというのも事実です。我々はその労働者の賃金をベースアップをできるだけ上げてくださいと。それによってその多くの人々の消費を増やすということでまた経済も良くなるではないですかと。こういったことを経団連、その他の企業にもお話をしているところでございます。やり方は違うかもしれませんが我々も目指している方向性は同じであるとそういうふうに考えています。 では自民党の森山さんからどなたかを選んでご質問ください、はい、あのそれでは維新の党の伊坂さんに、えー、伺いたいんですが増税をしてね、はいえー、ばらまきをされていると、まあ、そんなお話がありましたけれども増税をしたっていうのは今年の4月に消費税をアップしたということにすぎませんから、まあ、この2年間で増税をしてっていうことはまだあまり出てないわけですね、まあ、そういう点では増税をしてどうのというよりは私たちはまあ経済を 景気をよくしていく金融であり財政でありそして成長政策そういったところを中心にしているわけですから確かに消費税を増税してそれを社会保障経費に充てようとしているのは事実ですけれどもだからそれで公共事業その他のばらまきであるということについては当てはまらないんじゃないかと私は思いますがいかがですか、はいあのまあ、増税とばらまきの全国関係確かに同時で行われているわけでありますが、まあ、アベノミクスの 第二の矢と言われて、もともと財政出動という意味だった。 ところが、まあ、この間されたのが、まあ、特に公共事業、しかも、え、建設工事が中心になっている。ここが非常に大きな問題で、結局今、工事を発注しても、え、受ける会社が足りない、あるいは建設資材が足りない、あるいは非常に高くなってしまっている。こういった形で、もう財政出動が目的だったのに、公共事業ばかりやりすぎた結果、え、本来の財政出動の効果が、もう、政策的に起きないような状況に今なっている。え、ここが一番問題だというふうに思っています。 っています。 はい。維新の党、伊坂さんでした。えー、アベノミクスに対する評価について、まずお三人いろいろと話をしていただきました。それぞれいろんな数字を出してね、ご説明いただきましたが、さあ、次の質問に行かせてもらいます。じゃあ、まあ、これも消費税のお話なんですけども、2017年4月には必ず消費税増税するということですが、では、これについてどうお考えでしょうかまた、どう行動して、 で行かれますでしょうかえ今度はまた順番を変えさせていただいて共産党の筒井さんお願いしますはい、えー、この消費税の10%増税というのはもうどう考えても絶対にやってはいけないことだと思っていますえー、私たちはこの消費税増税は先延ばしや延期ではなくてはっきり中止をせようということを訴えています で、もちろん中止をする以上は、じゃあ財源どうするのかということですけども、消費税に頼らない別の道で財源を作るべきだというふうに考えています。で、一つは税金を取るんだったら、大儲けしている大企業や大金持ちの皆さんに、その儲けに応じて負担をしてもらうと。で、もう一つは、働いている皆さんの賃金。 を増やしたり、あるいは正規雇用を増やす。先ほど申し上げたように、大企業の内部留保のほんの一部活用して、その雇用の拡大賃金の拡大、あと中小企業への適正な対価の支払いなどで、所得を増やして、経済を活性化させて税収を増やすということをやるべきだと考えています。はい。共産党の筒井さんでした。では次に自民党の森山さん、お願いします。はい。 まあ消費税のこの8%から10%へのアップを伸ばすべきかどうするべきかそれについて大きな議論がありました我々自民党の中ではこのお当初計画通りですね来年の10月に上げるべきではないかという声が大きかったわけでございますけれどもお今年の第3四半期の数字を見てマイナス成長になっていると、えー、これ以上消費税をアップして、えー、景気をお、まあ、悪くさせては え、その増税をしてもかえって、え、良くないということで、まあ断念したわけでありますけれども、それをどこかで増税しなければならない。え、それについてはやっぱり期限を切ろうと。代わりに、これから2年半の間に、しっかりとした手応えのある経済成長にしていこうじゃないか。まあそういうことで我々は動いているわけでございます。まあ消費税増税について、え、なかなかその誰にとっても税金を上げるって話は嬉しい話ではないんですが、 どのように財政を健全していくのか、あるいは増え続ける社会保障に対してどう対応していくのか、そういう点でやむを得ないと私は考えております。自民党森山さんでした。では続いて維新の党伊坂さんお願いします。はい。えー、やはり増税派の方が一番勘違いをしておられるのは、何か税率を上げたらその分税収が増えると思い込んでおられるところだというふうに思います。 私は消費増税というのは、税率を上げても、その分経済が悪化して、実際の税収はほとんど増えない。こういう類の税金だというふうに考えています。また実際、過去2回の消費増税も、またこの春の消費増税も、おそらくそういうことになっているだろう。安倍総理あたりは、このあたりよく気にしておられる方だというふうに思います。 その中で、17年4月に必ず消費増税。これはもう反対であります。さらには、その前に身を切る改革、どうなったのか。議員定数の削減、議員の報酬、またボーナスのカット。さらには、政務活動費の、あの文書通信交通費の公開。まあ、こういったところが全く行われない中で、増税のスケジュールだけがもう決まってしまう。これはもう全くナンセンスだというふうに思います。 はい、えー、維新の党伊坂さんでしたではこの問題についてまた質問したい人をお相手を選んで質問していただこうと思います今度はまず自民党の森山さんお願いします、はい、えっとでは今度は共産党の筒井さんに伺いたいと思います、えー、消費増税を中止しようと、まあ、こういうことでございました えまあ私だってえ税金が上がるということ嬉しいわけではありませんからできれば注視したいという気持ちは私も同感でございます、えー、そうは言いましてもえ今日本は少子高齢化が続いているわけですね、えー、医療費毎年1兆円ぐらい医療費が増えていく、えー、そういう医療費の増に対してどのようにまあ対応していくのかあるいは年金も増えていきますそういうことを考えますと どこでその財源を設けていくのかと。こういうことになろうかと思います。えー、消費税をアップするというのも一つのやり方。あるいは直接税をまあ考えるというのも一つのやり方です。我々は税金を上げたいためにそういうことを言っているわけでは決してありません。さっき伊坂さんもおっしゃってられましたけど、経済を景気を良くしていくこと。 経済が良くなれば税率が同じであっても税収は増えますから、そういうことを含めて、まあ、やっていきたいと思うんですが、なかなか消費税増税を中止ということではうまくいかないと思うんですが、いかがでつまり財源はうどうするかというご質問でよろしいでしょうか。はいはい、はい。それでは答えていただきましょう。共産党の筒井さんです。はい。えー消費 社会保障の財源で消費税増税をということが、まあこの間もずっと言われてるんですが、実際に消費税が導入され、増税、あれ増税もされてるのに、社会保障は全く良くなってないんですね。で、結局、同じ時期に、同じ法人税が、など、企業に対する減税がやられて、消費税の増税分が、法人税減税の穴埋めに使われているというのが実態です。ですから、 私、財源、先ほど申し上げましたけれども、消費税に頼らずに、景気を良くする、それも、暮らしを良くして、消費を活発化させて、経、あの、経済を立て直して、税収を増やすということと、富裕層や、儲けている企業に対しての課税を強化する形で、財源は十分作り出すことができる、というふうに考えていますので、あの、最も弱い立場に合わせする消費税を社会保障の財源にすることは、全く、 適合してないというふうに思っています。共産党の筒井さんでした。では今度は維新の党伊坂さんからご質問ください。はい。えー、まあ、あの、野党ですので、<laughs> 自民党さんに質問したいと思います。えー、まあ、あのー、 我々は、あの、増税の前にやるべきことがあるということで、まあ、まず第一に身を切る改革ということを強く訴えているわけであります。まあ、さすがに次はですね、えー、定数削減はされるんでしょうけれども、例えば議員報酬、さらには、私がこの秋の臨時国会に出しました、えー、文書通信交通滞在費の使い道、いわゆる地方議員さんの政務活動費ですよね。あれの使い道ぐらい公開しましょうと。 こういうい法案を出しているわけでありますがこういったことについて、えー、賛否、伊坂候補がおっしゃっていることはそのりでりだと思います。我々も身を切る改革いろんなことをやっていかなければならないあるいはその政治に対する信頼を高めるためにそういう透明化というのは必要である私はそう思いますそこはおっしゃる通りですがただ、やはりそういったところがですねこの財政再建ですとか その消費税増税ということについてのメインのテーマであるかどうかということについては私は疑問を感じます。もっと大事なポイントがあるんじゃないでしょうか。つまり大きな予算の枠組みをどのように考えていくかということ。あるいは直接税と間接税の直感比率。こういったものをどのように考えていくのか。あるいはその、先ほど辻さんの方から法人税の話もありましたけれども、他の国との競争。 日本の国内だけの問題ではなくて他国との競争をどのように考えていくのかそういったことをトータルに歳入である税収とそれから歳出である予算と両方を考えて予算を組むあるいは税制を考えていくそれが必要なんじゃないかと私は考えております自民党森山さんでしたでは共産党の筒井さんからご質問くださいえっとそしたら伊坂さんに、えー、伺いますけども篠本さんにです。はい あのー、その、消費税、よくな、まあえー、当然の場合にやるべきことがあると。で、身を切る改革必要だと。いうことで言われるんですが、あのー、議員の数を減らしても、議員自身の身を切ることの改革にはならない。むしろ議員がなれる人が少なくなるだけで、民意を削ることになるんじゃないかなと、私は考えているんですね。で、もし、その税金の無駄遣いをなくしてということで、身を切る改革というんだったら、正当上税金。 320億円、国会議員一人当たり4000万円、あの、共産党は受け取ってませんけども、この政党助成金こそなくす必要があるんじゃないかというふうに考えているんですが、この政党助成金制度について、伊坂さんはどう考えているんでしょうか。はい。え政、ー、党助成金の制度は、まあ、あの、もうずっとこう、企業団体献金が、まあ、もうあまりにひどかった。 こういう中で、まあ、政党助成金の制度が作られて、そして、まあ、あんまりもう企業団体献金に頼らなくても、真面目に政治活動ができるように、こういう趣旨で、 え、できたものだというふうに認識しております。まあ、我々は実際に私自身も企業団体献金一切受け取らずにやっておりますし、え、そのためのお金であるということですから、え、これはあの、なくすと、じゃあまた企業団体献金の時代に戻るのかということにもなりますし、え、なくすべきではないというふうに考えております。 はい。え、維新の党の伊坂さんでした。え、このコーナーでは、まあ、経済中心のお話にね、え、なって皆さんに伺いましたけれども、この後コマーシャルに続きましては、安全保障の問題、あるいはエネルギー政策など、いろいろと伺っていこうと思います。 報道するラジオ。今週の特集テーマ、総選挙、候補者の声を聞くえ。今日は兵庫一区に立候補を予定していらっしゃる3人の方が、このスタジオにお見えでございます。え自民党の森山正人さん、維新の党、伊坂信彦さん、共産党、筒井哲二郎さん、このお3人でございます。やっぱりあのー、いろいろ聞いてると、すごく充実して私なんかも、 考えていけますね。そうですね。コンパクトに、はい、あの、皆さん、あの、的確に、あの、質疑されてるいう印象ですね。そうですね。はい、さあ、今度はですね、うん、この質問行かせていただきましょう。集団的自衛権、行使容認についてどうお考えでしょうか。また、どう、 行動していかれますか集団的自衛権行使容認についてです。えー、まず、また順番を変えさせていただきましょう。維新の党、伊坂さんお願いします。はい。えー、まず、閣議決定という形での、こういう安全保障の重大な方針変更については、私は大反対であります。もうこんな消費税、増税、延期なんかで解散総選挙をやる暇あったら、こっちで解散総選挙をやってほしいということであります。 またその中身ですけれども、集団的自衛権、やはりいろいろ見れば見るほど、突き詰めるところ、やっぱり他国を守る、しかも他国のために他国を守る自衛権と、まあこういう形になってくるわけであります。私は今それよりもまず、まあ産の話とかもありましたけれども、自分のこう了解の中をいかにしっかり守っていくか、 まあえー、海上保安庁と自衛隊の間に、えー、守れる守備範囲の隙間がある、また装備の隙間がある、えー、こういった隙間を埋めていく、えーまあ、グレーゾーンというふうに呼ばれておりますけれども、こういったところに対処する、えー、領域警備法、まあ、こういったものをすでに党内では用意をして出しているところであります。はははい、いいい維新ののの党党伊ささんんででししたでは続いて共産党の筒井さんお願いします、えー、集団的自衛権というのは、えー 日本の攻撃とは、日本に対する武力攻撃とは無関係の、えー、他国のに対する、えー、よそに出かけていって、えー、武力行使をするということです。これはもう国会の論戦の中で明確になりました。で日本は憲法9条を持ってて、で、自民党自身が今の憲法の下では、その集団的自衛権行使用にはできないと言い続けてきたのを解釈で変えた。これはもう全く許せない。 あの、やり方で、えー、隔離決定の撤回を求めたいと思っております。で、軍事によらない平和的な外交活動、外交交渉をやることこそ、政治家の本来の仕事であるというふうに考えておりますから、憲法中条を活かして、えー、アメリカだけでなくどの国とも、同平等の、あの、関係を築き上げる外交努力を進めていくことこそ、必要ではないかというふうに考えています。 共産党の筒井さんでした。では続いて自民党、森山さん、お願いします。はい。えー、今、筒井さんがおっしゃった、どの国とも安全に、平和に、まあ、それは私ども同じ、えー、方向性でございます。まあ、手段がちょっと違うのかなと、まあ、そういう感じです。えー、憲法の改正をすべきでないかどうか、これも一つの大きな議論でございます。えー、私が一番大事だと思うのは、安全保障というものについて、自分たちが自分の国をどう守るかについて、 国民の皆さんが一人一人がどのようにお考えいただくのかあるいはどこまで自分たちがやるべきなのかそういうことを考えるのがまず大事なことだと思っておりますそういう点では筒井さんがおっしゃったこと自分たちの国をどう守るかですそして、まあ、私たち日本というのは自分たちの日本の、まあ、安全保障力だけではうまく守れないからということでアメリカや他の国と連携をするというような選択肢を取ってきたわけであります。 そしてその中でいろんな形で装備やなんや時代背景でもあって変わってまいりましたそんな中でどうすれば日本を守れるのか最低限のことを変えていきましょうというのが今回の集団的自衛権の行使その解釈変更だと考えております自民党森山さんでしたでは今度は集団的自衛権行使容認について質問したい相手を選んでいただきたいと思いますまず共産党の筒井さんお願いしますえっ、ー、と そした森山さんにお聞きしますけれども、はいえーその、手段が違うあれ、国を守るためのやり方というふうに言われますけれども、この集団的自衛権というものが過去行使されたときというのはあの、以前はもう大国が、あの他国を侵略するときの、要はゆ口実に使われた。 ことが非常に多かった旧ソ連のアフガニンへの侵攻であるとかいうことがありました、でまたあの、イラク戦争の時などにも、あの a t o 軍が集団的自衛権ということで参加しましたけど、非常に多くの犠牲者を出した、そういうことを考えたら、本当にその国を守るということでね、この集団的自衛権というものが、その手段ということとしてあの有効と言えるのか。 とということちょっと今のお答えでは分かりにくかったのでもうちょっと説明をしていただけたらなと思いいますはいえー、っと今、辻さんがおっしゃったアフガン、イラクこれはですね私は集団的安全保障あのこ国連憲章のですねそちらではないかなと思っております私たちが今、議論をしているのは我が国を守るために最低限どのようにほ、えー、他の国と協力をして日本を守っていくのか。 例えば日本の船とアメリカの艦船が両方とも何らかの警備、警戒活動をしているときミサイルか何かが飛んできてそしてそれがたまたまアメリカの船に当たったそれはアメリカを狙ったのかもしれませんが近接して走っているときどちらを狙っているかわからないそういうときにどのようにして我々はお互いを守ろうかというのが集団的自衛権でありましてこちらから他国を侵略するために この集団的自衛権を使おうということではありませんから、えー、まあ、その国会での論戦もそうなんですけれども、まあ、我々政府の方の国民の皆さんへの説明も不十分じゃないかなと、わかりにくいんじゃないかなと私もそこは感じています。自民党森山さんでした。では、続いて森山さん、どなたか選んでください。はい、あの、それでは今度は、維新の党の伊坂さんに伺いたいと思います。先ほど、あの、まあ、尖閣ですとかね、小笠原の話で、 自衛隊と、それからまあ、海上保安庁の隙間グレーゾーンって話もございました。なかなかこれも難しい問題だと思います。海上保安庁は海のおまわりさんということでございます。まあ、警察と一緒ですね。それでまあ、自衛隊というのはまあ、自衛をするという点で、私たち日本は戦力ではないと言っていますけど、まあ、諸外国から見たら戦力ではないかと、こういうことにもなるわけでありまして、いざという時にまあ、 対外的な形で侵略を受けた時に守るというのが自衛隊、こういうことじゃないかと思います。そういう時に我々は日本だけの力で安全保障を確立していくというのは難しいと思いますので、そういう点ではアメリカや他の国と合唱連行で共同して守っていくんだということについては維新の党の伊坂さんもご理解いただけるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 あの、もう何でもかんでも、すべて自国だけで100%守ると。まあこれはですね、もういくら防衛費があっても足りないと、こういうことになるわけであります。それは別に今のように集団的自衛権というようなことを、特にやらなくても、これまでずっとやってきた日米同盟ということを我々は重視をしております。やってきたことであります。 その上で、えー、じゃあ、えー、このグレーゾーンの事態がですね、えー、今回集団的自衛権をお解禁しなければ対処できない問題かというと、もうそれは全然違う問題ではないか。まあ、むしろ、まあ海上保安庁、そして、えー 自衛隊のこう治安出、まあその間の時間差であったりとか、あるいは、えー、まああの装備、えー、権限のこの隙間、こういったところを具体的に埋めていく法整備が私は急がれるって、こういう考え方であります。西野と伊坂さんでした。じゃあ、伊坂さん、どなたかお選びください。はい。えっと、じゃあ,あ、また自民党の森山さんにお伺いをしたいんですけれども、 この集団的自衛権、え、去年、もう本当に急いで閣議決定をされたわけであります。しかも、国会をさっさと閉じてですね、閉じた後の、え、まあ誰もいない永田町で閣議決定という形で最後決まった。で、もうとにかく日本の防衛のために急ぐんだと、まあこういう言い方でありましたが、しかしですね、その後秋の臨時国会で、この点一言も話がない、進まない。 本来であれば、あれだけ急いだんであれば、当然、その次に来る具体的な法整備が、さらに急がれるはずなのに、またそれは来年だと、こういうことになっているわけであります。一体なんであんなに議論をせかして、無理やり国民の納得もないままに、この集団的自衛権閣議決定という強烈なやり方で進めてしまったのか、なぜ急いだのか、お伺いをしたいと思います。はい。まあ、安全保障について、なかなか、 議論がいいいろろろあありりまますす難しとこもただ、まず1つ言えるのは一番最初に我が国がサンフランシスコ講和条約で独立、復帰をして日米安保条約を結んできたそういうときと武力というんでしょうか装備というんでしょうかそういうものは全く変わってきました。 え、まあ昔は了解だって三回りだったわけで、その三回りっていうのは大砲が届く距離で三回離だったわけですが、今は大陸間弾道弾だとかですね、いろんなものがあるようなご時世になってます。まあそんな中、日中や、そのロシア、そういうような近隣の諸国との問題、そういったこともあって、できるだけ急いでやろうということで、まあ閣議決定という形で、まあ急いだということでございます。 他方その法整備が遅れてるというのは伊坂さんのおっしゃる通りだと思います。この臨時国会に出すべく準備をまあ進めたところが、なかなかやっぱ法制上の詰めがうまくいかないということで、やむなく、 次の通常国会ということになっているということでございます自民党の森山さんでした。え、集団的自衛権行使容認についてお三方のいろいろな意見を伺いましたが、じゃあ、今度はですね、え、リスナーの方の質問にお答えいただこうと思います。ラジオネームカレーニー醤油さんという方から、え、ご質問いただきました。立候補予定者の皆さんに質問です。原発再稼働について、 賛成ですか反対ですか賛成、反対、その理由を教えてください。というふうにいただきました。えー、では、今度は自民党の森山さんからお願いします。はい。えっ、ー、と、私は、まあ、やむを得ないと考えています。やむを得ないっていうのはどういうことかっていうと、原発があるかないかと問われればない方がいいと、私もやっぱり言いたいです。まあ、そうは言いましても、 原子力に頼らないエネルギー政策というのが我が国続けていくことができるのかというところが一つ。それから原子力とどのようにうまく付き合っていけるのか。こんなことも私たちは考えなければならないと思っております。えー、現在東日本大震災での以降、現在原発は停止をしております。じゃあその分私たちがどのようにして電力をまあ得ているかというと、化石燃料である石炭であり石油、 まあこういうものを燃やしているわけです。貿易収支は今、日本は赤字に転落しました。そして化石燃料を燃やすということは日本の温室効果ガスの排出も増えているわけです。えー、これからの日本の経済を考えますと、やはり競争力を強化していかないといけない。そういう時に今の電力の状況で良いのか、電力価格が良いのかということ、それから地球温暖化に対する責務、こういうことも考えていかなければならないと考えています。 自民党森山さんでした。では続いて、維新の党、伊坂さんお願いします。はい。えー、今のルールであれば、原発の再稼働については、私はもう明快に反対であります。安倍総理がよく口でおっしゃるのが、世界最高水準の安全基準だとおっしゃるんですが、もう一体何を根拠にそういうことをおっしゃっているのか、私は全くわかりません。 大体どの専門家に聞いても、日本の今の原発の安全基準というのは最高水準どころか、むしろ先進国では最低水準だ、こういう話であります。 日本の原子力発電所、そのメーカーも、日本向けの原発と、それからヨーロッパ向けの原発では、もう安全にかかるコストが、もう本当に全然違うんだ。要は国内向けは、まあ安全基準が低いから安全装置、まあ例えばコアキャッチャー、コアキャッチャーとかですね、なしで安く作れると。で、ヨーロッパ向けはもう今安全基準が厳しいから非常に高くつく原発になってしまっている。まあこういった状況で、再稼働、最高基準の安全水準だから、 大丈夫と。こういうわけにはいかないというふうに思います。はい。維新の党伊坂さんでした。では、共産党津井さん、お願いします。はい。えー、原発の再稼働については明確に反対をしつつという立場です。で、もう、日本のすべての原発が停止をしてからもう1年2ヶ月、その間電力が足りなくなったという事態はどこでも起きておりません。で、その間国も、 あの、もちろん国、我々国民もこの節電の努力してですね、大体原発13基分ぐらいの節電をこの間、あの、日本はやってきてるんですね。ですからこの今ゼロになってる状態を生かして、再生可能エネルギーへの転換をですね、国が自然先頭に立って、 本当に総力を挙げて進めていくと。ドイツはそれをやって、最初は本当に普及、少なかったのを、どんどん普及を発展させていく。これから、世界的にもこの自然エネルギーや再生可能エネルギーの技術っていうのは、注目をされ、活用される技術ですから、それを、あの、国の総力を挙げて進めていけばですね、コストも下がっていきますし、あの、将来に対して何よりも付けを残さない。 えー、原発のは安全に運転しても処理のできないタグのゴミを出しますから、えー、動かす動りはないと思っています。はい。共産党筒井さんでした。原発再稼働について、えー、お三人のお考えを伺いました。じゃあ、ここでですね、平野さん。はい、平野さんからお三人に質問をしていただきましょうかね。すえっと、そしたらですね、えー、やっぱり政権政党の森山さんから、はいあ。お伺いしたいんですけども自民党森山さんです。はい。 あの、ま、集団的自衛権の話なんですけども、先ほど、ま、最低限のことを決めるんだみたいなことをおっしゃってましたけども、今度の政権公約、自民党の政権公約見ると、集団的自衛権という言葉を使ってないんですよね。あの、ま、切れ目な、平時から切れ目のない対応を素早くできる安全保障と。で、何かこう、争点に、あの、入れたくないんじゃないかと、争点隠しを、 意図的にしてるんじゃないかという思いとですね、それと、はい、あの、与党の中で割れてますよね。あの、要するに集団的自衛権の行使の範囲が、公明党は日本近海であると言ってるんですけど、安倍さんなんかはもうペルシャ湾周辺も含むみたいな話を堂々とされてると。これは本当にもう不安でしょうがないんですよ。 であの森山さん自身は、ですねあの私は岸田派っていうのは、宏池会でリベラル派の人が多いんですけれども、どうお考えなのか、あこう要するに、えー、歯止めのないこう拡大解釈にあの歯止めをかける人たちはもう、自民党の中にはいや、そんなことはないと思いますよあの。まず、争点隠しという点については、まあ、用語の問題ですから、別にそういうことを考えているわけではないと思います。 それから公明党と我々の間で考え方が違うかというとそれもそうではないと思います。ただ、それはどこまでをどうするのかということ、まあそれをその法文上どう書くのかも含めて、現在詰めていると、こういうことではないかと思います。そして平野さんがおっしゃった、その、まあ私、高知会という、まあ、派閥に属しているわけでございますが、そういうリベラルなあなた方の発言というのが党内でちゃんと通ってないんじゃないかと。 まあこういうことについては私たちもそれは、その、なんて言うんでしょうかね、重大なご発言だなと受け止めています。やっぱり我々は我々でそういった声をしっかり上げていかなければならないと思っていますし、まあ公明党の先生方からも、 以前は自民党は右から左までバランスが取れてたけれども、今はちょっと違うんじゃないのとこんなふうなことも言われています。私たちは、あの、そういう役回りをこれから果たしていかないといけないと考えています。自民党、森山さんでした。はい、平野さん、じゃあ。あじゃあ続いて、伊坂さんにお伺いします維新の党、伊坂さんです。はい、私も、あの、兵庫一区に住んでまして、伊坂さんの、あの、まあ、選挙に入る前のポスターを拝見しますとね、えー、稼げる国へという言葉を、はい、掲げたと思うんですけどね。はい 私は今むしろ稼げるというよりもう分配が問題じゃないかなと思うんですよ。うん、あの維新の党の方々の考え方がやっぱりみんなの党から引きずったこう新自由主義的なですねあの、まあ、グローバル経済の中で生きていくということばかりに目を奪われて今は実は日本の国が大きな問題なのはあの格差がですね広がってその富をですねいかに平等に分配するかと。 そういうものがこうあの維新の党からはなかなか伺えないんですけどもね、その辺の政策はどうなんですか、はいえーまあ、私は、もともと湊で、今、維新の党の中では、えー まあ、党の中では多分一番リベラルな方だというふうに思っています。まあ、厚生労働委員会ずっと担当して、ま,あ、まさに今回、この秋の臨時国会に出した同一労働、同一賃金法などは、えー、民主党さんにも出した後乗っていただいてですね、要は正規の方と非正規の方の賃金の格差をなくしていこう。まあ、こういうえ法律をわざわざ自分で書いて出しているぐらいであります。 稼げる国にと、まあ、キャッチコピーで書いてありますのは、もちろん、あの、さっき、自民党の森山さんがおっしゃったように、パイを大きくする。私はこれは未だもって大事だというふうに思っています。限られたものをどう切るか、どう分配するか。それだけでは、それだけが政治ではありませんし、やはり、みんなで稼げる国にしていく。なおかつ、非正規の方であってもしっかり稼げる労働の制度にしていく。まあ、いろいろな意味を込めて、稼げる国にというキャッチコピーにさせていただきました。 はい、西野党伊坂さんでした。<あ>では平野さん。はい、あの、じゃ、最後に筒井さんにですね。共産党筒井さんです。あの、まあ、共産党の、あの、公約集、見させてもらって、一番こう、目について。中身をよく知りたいなと思ったのがですね、最低保障年金、の、ことを歌ってますよね。これ、あの。確か、あの、民主党、時代も、そういう話があって。えー、七万円とかいう話をですね。 えー、保証するという話が出,出てましたけれども、それとこれはどう違うのか、それともしそれをやれるとしたら、財源はどこから捻出するのか、それをお伺いしたいですね、民主党はそれは失敗したわけですから。えー、最低保障年金制度は、えー、共産党としては、まずその保険料を払ってる、年金保険料ですね、うん、払ってる人も払っていない人であっても、えー、期間が満たしてない人であっても、一律5万円の、 年金を保証した上で、保険料に応じての上乗せをしていくということをまず当面はやりたいと考えています。うん、で、その財源については、あの先ほど言ったあの消費税に頼らない別の道って言っている中身に基づくんですけども、大体、うん、富裕層と、えー、財源を大企業でやすり行き過ぎた減税やめるのと、必要な負担増をしてもらうということで、およそ20兆円の財源ができるというのが、 我々の資産なんですね。で、それに加えて、その景気、えー、国民の所得を増やす形での、あの、税収の全体の増を合わせて、え、同じく20兆円ぐらいで、合わせて40兆円ぐらいの財源が、それで生まれてくるというふうに考えてますので、それをもって、えー、構築をしていきたいと。 いうふうに考えています。共産さんと筒井さんでした。では今度最後の質問になりますけれども、リスナーの方から今届いた質問を受けていただこうと思います。ラジオネーム南海ポークスさんという方の質問がですね、沖縄の米軍基地問題どうするんですかと。 というふうにメールをいただきました。あの、時間の関係で申し訳ないんですけども、30秒ずつお一人、もうズバリ語ってください。沖縄の米軍基地問題、どうしますか。まず自民党の森山さん、お願いします。はい。沖縄から米軍に出て行ってもらうというお声があるのは承知しております。しかしながら、米軍に出て行ってもらって、日本がその肩代わりを日本だけでできるのか、なかなかそれは難しいんじゃないかなと、私は思います。 そうすると沖縄の人が今受けている痛み、これを我々、本土に住んでいる人間もどのようにして負担をしていくのか、そういったことを通して沖縄の方々にご理解をいただくような方策を考えていくしかなないいいんじゃないかと思います、はい、自民党、森山さんでした。でではは伊さんいいかがでしょう、はい うちは実は秘書二人沖縄から来た人間であったりですね。あと、まあ、あの、共同代表の一人、江田賢治の方が、まさにこの沖縄の問題をかつて、もう現場で走り回って、実務で解決に向けて動いた人間なんですね。その話いろいろ聞いてますと、本当に一筋縄ではいかない、ガラス細工とよく例えられておりますが、ずっと長年築き上げてきた、この、 日米と沖縄の合意がまあ前の政権で、えー、崩れてしまった。でこれをもう単純な話で、えー、どう解決するというのは、えー、これは妙案ありません。えー、十分対話を繰り返して、えー、包括的な解決を目指していく、はい、しかない。はいはい。はい、では最後に共産党つ井哲鉄次郎さん。えー、普天間基地のはもう無条件で閉鎖撤去せよ。これがもう沖縄の人たちの民意なんですね。もうこの間選挙で5回もそういう民意が もう明らかにされた。ですからもうたらい回しではなくて、アメリカに正面から、この米軍、世界一危険な基地はもうなくしてくださいということを訴えるべきだと思います。それから米軍、沖縄にいる米軍というのは日本を守る任務は持ってません。海兵隊ですから、地下国に攻めていくのは主な任務であって、沖縄から米軍がいなくなったから日本が守れないという論法は、 僕は正しくないと思っています。共産党筒井さんでした。えー、以上、お三人の方、本当に忙しいとこをお越しくださいました。兵庫一区に立候補を予定している三人の方、自民党森山正人さん、維新の党伊坂信彦さん、共産党筒井哲二郎さん、お三人本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。 天気のお知らせです上田さんお願いしますはい、明日の近畿の予報です滋賀県は全域で雨で昼過ぎから曇り京都府の北部は雨で昼前から曇り南部は雨で昼過ぎから曇りです大阪府は雨で昼過ぎから曇り兵庫県は雨で昼前から曇り南部はその後晴れるでしょう奈良県は全域で雨で昼前から曇り 和歌山県は全域で雨で、で雨昼過ぎから曇りでしょう。近畿全域で雨は雷を伴うため注意が必要で特に和歌山は明け方から朝雷を伴って雨が激しく降るところがあるでしょうお天気でした 報道するラジオ、ここでお知らせです。あさって日曜日の夜8時から、報道特別番組、秘密、今明らかになるある大学生の死が再放送となります、えー。特定秘密保護法が来月10日に施行されますよね。ぜひもう一度この法律について考えていただくためにもお聞きいただきたいと思います。この番組は今年の日本放送文化大賞近畿地区代表、グランプリ候補にも選ばれております。私、ナレーションしております。本当にあの 聞いていいてたただきたい作品でですす日日曜日の夜8時からですそして、平野さん、はい、来週はスペシャルウィークということで、うではい、もう本当日頃聞いていただいている感謝の気持ちを込めて、被災地、東北から特産品を皆様にプレゼントするという予定もしております。はい、そして、平野さん、もうたくさんの方から今日のご感想をいただいたんです。64歳の主婦の人、給料が上がった人で何人あるんですかね私、年金暮らし実質減りました。消費税上がるは物価は上がるは 大切な貯金を使っても老後は大丈夫だなんていう保証はあるんでしょうか、うん、こういうお声をいただきました、ね、あの、やっぱり経済というのは、あるいは景気というのは、こう、印象だけでは語れないと思うんですよね。やっぱり数字をきっちり見ていく必要があると思うんですよ。うん、で、今日各紙一面で大きく言ってる、毎、まあ、日新聞はもう一面トップですけどね、消費支出が7か月連続減ってると。 これは、自分たちの消費をどんどん控えてると。<laughs> これが7ヶ月連続で続いてると。はい、で、まあ、実質賃金が15ヶ月連続で前年割れと。はいこれが率直の、ね、安倍のミクスのですねあの評価だと思うんです、数字がね。で あの、安倍さんは、まあ、あの、TBS の番組に出て、市民の人のそういうアベノミスクスの恩恵を実感してない声を、に対してクレームをつけたんですよね。おかしいじゃないかと。で、メディアはですね、やっぱりそういう、あの、広く市民のですね、 あの思いを汲み取る報道をしているはずなのにもうそこにやつりたり気味にしてですねしかも自民党の候補がですね全メディアにですね、まあ、東京の在京のメ,メディアにですね,ですねあの公平な報道をやってくれというのは注文をつけるこれは今までなかったことですねまあそれだけ今あの苛立ってるということも言えると思うんですけどやっぱり自分の足元を見てほしいですね自分のやってきたあの景気対策は効果が出てないというのも やっぱり率直な印象ですよね皆さんはどうご自分の足元を見ていらっしゃるかですね皆さんの本当いろいろなご意見もいただきましてありがとうございました。